よし、これから、被告人、前田利家の裁判を行う。検察官は柴田勝英。弁護人、なし。意味あり。なんだ。弁護人はつけてくださいよ。却下する。利家、お前を弁護する者などおらんわ。おい、検察官、勝手に発言するな。弁護人はいないが、証人は呼ぶかもしれん。めんどくさくなったら呼ばんかもしれんが、それはそれだ。利家に不利な証言をする者は、たくさん呼んでやります。検察官、勝手に発言するなと言っているだろう。はい、すみません。では、前田利家。お前の罪状とかいうのを読み上げる。お前は、ありえないほど若い年齢で、しかも、美しくて、できた女性を妻にして。待ってください。うるさい、まだ呼んでいる途中だ。しかし、結婚は罪ではないでしょう。何を言うか、結婚が認められる年齢は法律で。いつできた法律ですか？知らん。しかしながら、お前の言うように若くして結婚するまでなら許されなくもないが、さすがに出産には適正年齢というものがあるだろう。さらには、そのできた奥方との抱き合わせで、大河ドラマの主役になってみたり、度重なる軍令違反でクビになったのに、いつの間にか俺の側近に返り咲いていたり。まだあるぞ。そうです。あの一番重大な罪をまだ。黙れ。あと、俺の元では地味だったくせに。秀吉の政権では、家康と肩を並べる重鎮的なポジションになっていた。どうだ、罪を認めるか。認めます。そして、心から反省いたします。意味あり、意味あり。ああ、なんだ。罪を素直に認めて反省しようとしているものに、何の意義がある。そうです、信長様、早く判決をお願いします。無罪。いや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 。最も大きな罪が抜けていますよ。最も大きな罪は奥方の年齢だが、それはだいぶ後にできた法律ではないか。違います。そいつの最大の罪は、賤ヶ岳の戦いで俺から秀吉に寝返ったことです。ああそう、なら先に言えよ。言おうとしたら黙れって。それに、知ってると思っていましたし。ああ、あれが罪なのか。お前と秀吉が、勝手に織田家を二つに割ったくせによ。いや、それを言われると。まあいい。じゃあ、勝家から秀吉に寝返ったのが、お前の最大の罪だな。はい、しかし先ほど信長様が言われたように、織田家を二つに割って争っていた、秀吉と柴田殿が問題なわけです。あれは、成り行きでそうなってしまっただけで、いいも悪いもない。強いて言えば、時代のせいだ。勝家、ちょっと待て。利家に聞きたい。お前は、なんで寝返ったんだ？織田家の内紛を早く終わらせるためです。それには、俺が秀吉につくのが一番早いと思ったのです。そういうのを奇弁というのだ。利家、お前はいつどこで寝返ったんだ？賤ヶ岳で柴田殿と秀吉の軍が衝突する直前に、その戦場を離脱しました。勝家に無断でか？そうです。その後、俺は自分の城に戻り、戦に敗れて退却してきた柴田殿に、以後、秀吉に味方する意思を伝えました。軍の衝突までは勝家に味方して、出兵もしていたんだな。そうです。あの時、俺も柴田殿についたまま両軍がぶつかれば、どちらも大損害を出していたと思います。お前が無断で兵を引いた結果、秀吉の大勝利だったわけか。はい、ただ、俺が引かなくても、勝ったのは秀吉だったと思います。秀吉の方が周到な準備をして戦に臨んでいましたからね。どちらにしても秀吉が勝つならば、早く決着がついた方がいいと思いました。ならば、初めから無人になどなるな。お前の考え方は商人のものだ。利家、お前の行動は織田家の内紛を早く終わらせるためであり、
市場が絡んでいたわけではなかったというのだな。はい。ならば、無罪。信長様。だが利家、お前と秀吉は親友だったな。そうですが、それがあの行動に関係があったわけではありません。事前に寝返りの約束をしていなかったのか？秀吉に寝返るように勧められましたが、約束はしていません。結果、本当に寝返ったのだから、約束していたのと変わらんではないか。勝家、黙れ。利家、お前がやったことで織田家の内紛は終わったのか？いえ、それで終わりはしませんでした。それでもお前は、秀吉についてよかったと思っていたのか？現世では、思っていました。今は、後悔もしています。お前は勇猛なのに、決断力が鈍く言い訳が多いな。結局、秀吉の下で安泰な地位を築いただけではないか。よし、もうわかった。判決を言い渡す。前田利家は、有罪だ。はい、確かにそうですね。認めるのだな。しかし、一つ言っておくが、俺の死を織田家が衰退したのは、俺の息子らが情けなかっただけで、秀吉やお前らのせいではない。だから織田家の内紛など、起こるべくして起こったことだ。さっき勝家が珍しく正しいことを言った。あれは成り行き、時代のせいだったとな。ならば利家の行動も、成り行きでやむを得なかった部分もある。しかし、身の安泰を図ったのも事実です。そうだ。ところで勝家、さっきからなんで何も言わんのだ。いや、信長様が黙れって。そんなん知るか。あとはお前が喋れ。絶対に裁判官向きじゃないですよ。利家、俺についてきてもダメだと思ったんだろう？正直言って、そうです。だろうな。俺では、とてもあの織田家を引っ張ってはいけなかっただろう。次々に俺から人が離れていって、やっとそれに気づいたよ。すみません。あの戦については、最新の研究だの、通説が誤りだの、いろいろと言われる。だが、お前が戦の最中に立場を一変させたことに変わりはない。誰が誰に就こうが勝手だが、命を懸けて戦っている者を横目に見つつ、敵について安寧を得るなど最低だ。秀吉に尻尾を振るならば、初めからそうすればよかったのだ。そうだ。戦闘中に寝返られるのが一番きつい。つまり最も効果的で卑劣なやり方だ。浅井長政にやられた時は、俺も死にかけた。だから浅井家を容赦なく潰した。お二人に返す言葉がありません。すみませんでした。退却の途中でお前に会った時、俺はお前を殺さなかった。敗軍の将に、人をとやかく言う資格はないからな。だがもし、あの戦で俺が死なず、再起を図る機会があったならば、お前を絶対に殺していたはずだ。勝家、検察としてのお前の求刑は？信長様、ここは地獄です。今更、どうもこうもありません。利家は重罪ですが、謝罪も聞けたし、これで全て忘れます。よし、いいだろう。信長様、じゃあもういいですか。何がだ？信長様が急に、裁判官をやってみたいとか言い出したから。俺は仕方なく、このコントに付き合わされただけじゃないですか。検察官、黙れ。はいはい、では最後までどうぞ。うむ、前田利家は、有罪だった。だがここには、罪も罰もない。二度と同じ過ちを繰り返さねば、それでよい。承知いたしました。検察官も、それでよいな。はい、だから、その件は別にどうでも。よし、これにて。しかし、実はもう一つだけ、まだ許せないことがあります。はぁ？柴田殿、許せないこととは何ですか？
お前が利家と松で大河の主役になったのに。俺にはどうして勝家と一という大河ドラマの企画が出てこないのだ。それは俺の責任では。お前が一と夫婦だったのって、たった半年ちょいじゃねえか。ドラマにしても30分で終わっちまうぞ。いえ、あの半年。何にもないようなことが、幸せだったと思うんです。おい、利家。お前はやっぱり無罪だったぞ。はい、願いって正解でした。そうだ。最も罪深いのは、このエロジジイだ。裁判を行いますか？そうしよう。すぐに、証人を呼んでこい。